皆さんこんにちは、ペソでございます。スーパー倉庫版続きやっていきましょう。33面ですね。この面は引っ掛けコースなんですけどね、実はこれいつぞやにね、私やったことある面なんですよね。正直に言うと。で、どうするんだっけ、こっから。というのはね、ここで一旦止めるんだ、確か。上げると詰まるんだ。ここまで下げてよかったんだっけな。思い出せない。違ったかな。ああ、ちょっとごめんなさいね、回りくどいことしますけど。思い出した。こうです。これはいいんだけど、でこの状態で、こいつをと1個だけね、横にずらした。これでも入れ始めて大丈夫。その前にこれ戻して、でこうしとけばもう詰め込んでもいけますので、とりあえず3つまでね。3つ入れちゃえば、こやつも入れ始めて大丈夫。この折り返しができるのがね、大きいですよね。これは、多分ね、ご覧になられて1個気になる荷物が見えてると思うんですけどね、今のところのもう1個下のところのやつですよね。この真上のやつね。こ
これを、どのタイミングで出すか、もう出しちゃってもいいんだけどね。でもね、これを避けるとね、1個でも仕掛けると上からぐるりんちょっと回ってこないといけなくなっちゃうっていう欠点があるんですよね。なので、もったいないことした。1個ずらしてからの方が、この一番右側に並んでた荷物の出すタイミングを間違えるようにね、仕掛けてたとこだと思うんですけど、さあそろそろ出しとかないと詰まっちゃうね。あ、そうでもないか。これ今の本当は真下に入れる方がすんなりいったんかもしれない。行き過ぎた。これがだから上から回ってこないといけなくなっちゃったんでね、上に残ってた最後の2つはそのまま押し込んでやるべきだったんだね。はい、来ました。これも7分30秒よ。すんなり解いて、お次の面、味噌は下のストックですね。ここに2つばかり、2つもいらんか。1つ、まあ最終的に2つ置けばいいんでしょうけど、
なるほどね。うまいこと作ってあるな。歩数を節約できないようにしてある。うん。こういうことだね。これいらんか、まだ。後でもいける。で、お次は、こうか。まあリミットがねちょっと少ないから、焦りをね、誘発するような作りにはなってますね。で入れ始めて大丈夫なのかな。あ、4つ入れないといけないんだね。上3つやからいけるいけるいける。うん、これで今歩数約半分ですね。もう、うん、トラップはないと思うんですけど、おっと、これも、うん、押し上げればいけるんで、あ、いけそう。うん、よしよしよし。はい、次はこれはちょっとこの今いるところからね、あの右に押し込むわけなんですけど、両サイドから入れていかないといけないということは、こちらに少なくとも6つのストックを作らないといけないという面なんですよね。で、6つのストックを作るにはどうしたらいいのかというのが、このステージの課題になるんですけど、今4つありますよね。で、これで、6つ目のストックを持ってくると。あれ、ここどうするんだっけ。ね、いや違うな。
あ、こうだ。ごめんなさい。ここに1個、うん、下げてあげて、こっちの手順が先やったね。2回戻っちゃいましたけど、まあ歩数余裕あるからいけると思うんですけどね。これがめんどくさい。で、先にストックになる分をもうここに入れちゃいます。まあ、いわゆる荷物2つ分ということになるんですけどね。これで6個分ね。あとは上から敷き詰めて行けば。ここでね、歩数を削られるというね。まあ、こっちからでもいいか。これもね、どっかのシリーズにあったステージだと思うんですけどね、記憶あるんで。こっちでもいいんですよね。あと3つ。要するにね、下段、一番下段ですね、荷物置き場の。ここに1個でも、仮置きをしてしまうと邪魔になると。で、記憶が残ってるのは、じゃあ、向こう側に6つの荷物をどうやって置けばいいのかっていうことを探して見つけたから覚えてるっていうことなんですよね。で、こっちでね、行くルートを作ってて、で、このここのね、下2枠が空いてるのが、要するに向こうに持っていける印だっていうことに気づいたっていうわけなんですよね。これ本当にもう20年ぐらい前にやった面ですけどね、すごく印象残ってるんですよ。最初めちゃくちゃ悩んだ記憶があったんで。変わらないような気がするけど、はい、行きました。お次は、これもね、
これもね、最後の蓋だが、いわゆるトリガーになる面ですよね。まずここはね、詰めて大丈夫。下から勝ち上げるのに、2ついるのと、で、下に詰めるときにどうしたらいいかっていうところですよね。素直に上からちょっと持ってきましょうか。ここまではいいんですよ。で、次からやね。で、こっから、よいしょ。で、これで下から押し上げるルートを作る。入れて大丈夫。あ、違う。こいつだね。で、ちょっと後で巻き戻してますけど、ここに1個入れたときに、最後のここは入れれないんですよね。これをどうしたらいいかっていうところを考えないといけない。ジャッジが合ってんのかな。ちょっと自信がなくなってきたな。で、そうそう、下げると、ここ入れちゃうと逃げれなくなるんですよね。
結論から言うと1個でいけるのか。ちょっとごめんなさい、やり直します。多分結論から言うと1個でいけそうな気がするんですよね。多分引っ掛けの意味はそういうことだと思うんですけど、あ、まあまあ上入れちゃいましょうか。100歩だからね、そんな周りくどいことさせるつもりではないと思ってるんですよね、このステージ的に。うん、で、もう一個だけ。下下げてやれば。これでもういけんじゃないのと。で、本数的には余裕あるんで、うん、こうですよね。で、あ、いけたいけたいけた。よくこっちに2つ置いてるのが見せたんですよね。はい。はい、では、お時間的によろしくなったと思いますんで、今回はここで、終わりたいと思います。次の面は、あ、多分ね、右側のところから反転して、持ってくるんですけど、最後どうするかだよね。歩数が700本ね、あの微妙なところへと思うんですけどね、またこれは次回にさせていただきます。今回はご視聴ありがとうございました。それではさよなら。